賢者とは一般的に賢い人のこと。賢人。反対は愚者。著名な思想家を指して使われることもある。キリスト教の新約聖書に登場する先生術の学者たち。東方の三賢者あるいは東方の三博士。マギ。中世ヨーロッパの騎士道物語に脇役として頻繁に登場する知恵者、特殊能力者。また、 これを下敷きにしたファンタジー作品に登場するキャラクターの一つ、ジョルジョーネによる三賢者。左の人物は描かれた当時の天文学者風、真中人物はアラビアの賢者風、右端は古代ギリシアの哲学者風に描かれている。キリスト教において賢者は、特にマタイによる福音書に登場する先生術の学者たちを指す。英訳聖書ではワイズメン。 ラテン語訳聖書ではマーギー、星を見てキリストの降端を知り、東方から贈り物を持ってやってきた。新共同訳聖書では、先生術の学者たちと訳しているが、博士、賢者などと訳すこともある。福音書に人数は書かれていないが、贈り物の数から伝統的に三人とされる。東方の三博士あるいは、東方の三賢者。旧訳聖書でも、 エジプトのファラオの側近に、賢者や、呪術師、魔術師がおり、モーセの奇跡に対抗する。ここで、賢者、呪術師、魔術師といった言葉が使われているが、全員同じ術を使うので区別されていないようである。バビロンの王ネブカドネツアルは、占い師、祈祷師、まじない師、賢者に、自分の見た夢を説明させようとしている。イザヤ書には、ファラオの賢者、 三義ラという言葉が見える。聖書中に登場する賢者は、主に周辺の異教徒の国で宮廷に仕えていた知識人を指すようである。三義、呪術師、魔術師などと並べられているが、その区別ははっきりしない。ラテン語訳新訳聖書に使われたマギは魔術師の語源である。中世ヨーロッパのキリスト教国の人々から偉大な錬金術師にして、 賢者と認識されていた人物に、ラテン名ゲーベルがいる。彼は、アッパース朝五代目カリフに仕えた、宮廷学者である。ヒユダヤ教が、ヒキリスト教と変わっているところはあるものの、聖書中の賢者像と変わっていない。騎士道物語のパロディとして17世紀に、スペインの作家ミゲルデセルバンテスが書いた、ドンキホーテは、その鬼の巻に賢者を登場させている。騎士はいずれも、 一人、または二人の賢人をハンデをしたように持っていたもので、当時読まれていた騎士道物語の多くは、主人公である騎士に付き添う賢者が登場するのが定番であったことがわかる。セルバンテスは、c でハメーてペネンヘイリなる架空の人物を登場させ、主人公ドンキホーテの電気を記録させている。セルバンテスが賢者として登場させた、この人物は、 アラビアの歴史家という肩書きで紹介されている。英語で、ワイズ・オールド・マンあるいは、フィロソファーと記される。賢者像は、広範な学問知識を持つ者として、捉えるのが適当であろう。英語のフィロソファーを、哲学者と訳すのは、17世紀の科学革命以降に、学問知識が分化してからの呼び方である。騎士道物語が書かれた背景に十字軍や、レコンキスタがあることを思えば、 当時に学問知識が先行していたイスラム世界から賢者たちがやってくるのは自然であったろう。実際、中世ヨーロッパの人々に最も偉大な賢者として知られていたのは、ラテン名、ゲペルというイスラムの宮廷学者であった。ヨーロッパが錬金術の時代を経て、イスラム科学に追いつき追い越すのは科学革命以降となる。それまでは信じがたい知識を持つ者は、 恐れられる存在であった。また多分キリスト教の立場からは彼らは異教の魔術を使うものと考えていた。アーサー・王に召し抱えられたマーリンは彼が持つ不思議な力から魔法使いと呼ばれている。古代ケルト人の最主職であるドルイドの姿が投影しているかもしれない。ファンタジー小説やゲームなどのフィクションにおいては定番の登場人物であり、 しばしば主人公に助言などをする魔法使いの役割を担っている。英語では、ワイズマン、ワイズオールドマンなどと呼ばれる。コンピューター RPG やテーブルトーク RPG などのゲームにおける賢者は魔法の使い手としての役割を与えられていることが多い。こうしたヨーロッパ系ファンタジーを素材にした作品に登場する賢者のキャラクターは、 中世の騎士道物語の伝統を踏襲していると見られる。ありがとうございます。